イカ刺しを作ります。まず塩水をちょっと氷が入った大体 1.5% ぐらいでよろしいですから、これでイカを洗います。ここに軟骨がございまして、ここに指を入れていってここを外すっていう作業が大事です。ここに外しておいて引き抜きますと、こういうふうにきれいに取れます。ここで一回外しまして開いていきます。ここの開いた部分に包丁を入れて開いていきまして、塩水の中で洗っていってください。アニサキスがいたりなんかしますから、なるべくこういうふうにきれいに洗ってください。でなかなかですね、皮を剥くことに対して難しいんでですね、こういうさらしのようなものをうまく使われるときれいに剥けることになりますから、こういうものをうまく使ってください。こういうふうに手で剥けないことはあるけど、こういうふうに剥けるっていう、はい、これで、刺身の状況になるんですけど、ここにもう一回ちょっとしたコツがございます。だいたい50度ぐらいって温度を通すんです。50度以上に上げてしまうと加熱になってしまうんで、ここでちょっとぬめりを取ってあげると、氷水に落としてすごくすっきりした刺身の味が味わうことができます。で氷水にちょっと取ってくださいね。はい、あと今度は、こちらの綿の処理になりますですね。こう下層がございますと、ちょうど水吹き口ってあるんですね。ここをちょうど頭との付け根を外します。はい、頭を開きますと、ここにくちばしとですね、目玉がございますから、これも外してまいります。でここに目玉がございますから、ここをうまくこう切り離すと、で普通はですね、ここに炭があるんですよね。炭はここから外せばきれいに取ることができる。今日はこの炭も後で使いますんで、これはつけときますけど、普通はこうやって炭を外して使ってください。あとまあこちらは天ぷらそのままお焼きになって無理して刺身にしたりしなくてもいいと思うんですけど、これもこういうふうに剥きますと、これも使うことができます。はい、この肝を裏ごしをします。包丁で叩いてもいいんですけどね。炭も今日は入れます。はい、こちらでもしですね、1、2、3、4、5、肝が5が入りましたら、醤油が3、みりんが2、トータルしてここで10っていうタレを作ります。これを火にかけて練り込みます。はい、これで一煮立ちすればもう出来上がりでございます。このプツプツっていうんでもう出来上がりです。ではイカ刺しを作りますね。イカを一般的にはだいたい柵取りって言って3つぐらい切ったりするんですけどね、今日はちょっと真四角にこう切りましてね、縦に包丁目をこう入れていきましょうか。だいたい3ミリぐらいの間にこう縦に包丁目を入れます。ここにですね、こういう焼き海苔をこう挟んでですね、ナルト状にこう作ると見た目も美しいと思うんで、はい、こちら側包丁目入れてます。こちらは入れてない方から手前からくるくると丸めていくんですね。コイルがまず一つ、あとは先ほど言った柵取りをするとなると、やはりこのぐらいの半分ぐらいにお切りになれて、やはりこれも縦に包丁目を少し3ミリぐらいに入れておきますと、でイカはやはり、閉まってるからちょっとこういうふうに、細めにこう入れてあげた方が美味しさが出ます。でこちらの、先の方は
細くなるべく細くこう切って混ぜるとその違和感を感じなく。でイカを切るときにですね、こういう刃先を立てながらこう切ると薄く切れやすい。こう切るんじゃなくて刃先をこういうふうに立てるときれいに切れやすくなります。でこういうものはですね、地層を刻んだりネギを刻んだりしたものをこう混ぜながら千切りに切ると刺身のバリエーションができます。はい、それと先ほどのナルトイカを切ると切り口がこういうふうに美しく見えます。これも、間にちょっと包丁を入れてあげて切ると味が染み込みやすいんで。はい、では、盛り付けてまいりましょうか。ちょっとだけずらして持ってください。ちょっとずらす、まっすぐ盛るんじゃなくて、でこういうものでこういう青物大葉をこうちょっと添えることによってまた新たな景色ができてまいります。で先ほどのですね肝ソースをつけて、召し上がってよろしいんですけど、なければ生姜が合うんですね。一番これを覚えておいてください。生姜で食べるっていうことが大事ですから、なければその生姜おろしで醤油で十分だと思います。でおろすのもこうきめ細かい方でおろした方が生姜も美味しいんです。こういう両方というか粗い方ときめ細かいはありますけど、やはり細かい方でおろした方が生姜が美味しくなります。イカ刺しをいろいろな味で楽しんでくださいませ。